いや、オーラ、日本で作られたアニメーションですけど、やっぱり青春の物語、旅の物語ってどんな年齢の人、どの国の人にもきっと心に残るものになると思うので、ぜひ彼らと一緒に大きな冒険をして世界の広さを体感していただけたら嬉しいです。楽しんでください。